超硬い人向け寝たままできるカイロアシストレッチを本日はご紹介します。大人気の超硬い人シリーズやってまいりました。しかも今回は寝たまますべてできますので、ぜひですねお風呂上がりにでもベッドの上でやってみていただけたらと思います。カイロアシストレッチと言いまして、足の付け根、股関節の周辺だったり太もものあたりをほぐす動き入れていますので、やっていただくことによって足の疲れなんかも取れたりします。ぜひぜひ一緒にやっていきましょう。では始めます。それではまずは仰向けになりましょう。背中を床につけて仰向けになったら、足は腰幅よりも少し広めに開いておきます。一つ目の動きは足の付け根を動かしていくウォーミングアップです。ゆっくりと膝のお皿、つま先を内側に向けたり外側に開いたり繰り返します。つま先だけにならないように、足の付け根から小さくてもいいので、グリーンと下半身を回すようなイメージでゆっくり大きく動かしてみましょう。あと10秒です。したら今度は右膝を立てて膝を外側に倒す、戻すを繰り返します。もうこれもね、力抜いてて大丈夫です。パターンと外側に開いたなと思ったらゆっくり戻す、パターン。内ももや足の付け根の緊張をほどいていきましょう。右膝を立てたら今度はそのまま足を軽く上げて、膝のお皿で外回しに丸を描いていきます。これもできるだけ足の付け根を大きく使いたいので、自分が描ける最大の円でいってください。縦だけでなく内側と外側、横にも大きく膝を倒すようにしていきます。右足を伸ばして今度は左足です。左の膝を立てて外側にパカッと開くところから行いましょう。スタートです。息を吐きながら膝を開いて吸って戻す。緊張せずにリラックスして行ってみましょう。では左膝を立てたら足を浮かせて大きく円を描く、この動きを行います。スタートです。少し、はい、では動きを止めて今度両膝を立てましょう。膝を外側にパカッと開いてカイロ足の形作りますね。足裏同士を合わせてそのままキープ。手の位置はお腹の上でも床の上だなと下ろしても大丈夫。落ち着くところで目を閉じてリラックスして呼吸してみましょう。ラストはここから一つチャレンジしてみます。難しい場合はこの形のままキープをしてください。足を自分の方に引き寄せて両手でつま先を掴んでキープ。つま
先難しい方は足首とかでも大丈夫ですよ。足の裏同士が離れないように注意してください。さらに余裕があったらね、体ちょっと左右に揺らしたりしてもいいか。呼吸止めずに深く息吐き切りましょう。はい、頑張りました。では手を離して足元に戻します。本日は以上です。お疲れ様でした。皆さんお疲れ様でした。寝たままということでしたが、最後までできましたでしょうか。ぜひですね、一番最後の足引き寄せるポーズまでが余裕でできるくらい毎日続けていただければと思います。今日の動き続けていただくことによって、下半身の柔軟性が上がっていったりだとか、あとは足の付け根部分についている筋肉をほぐす動き入れてますので、気になる方多いかも。下腹ポッコリを解消する効果も見込まれます。ぜひぜひね、続けて効果出た時はまたコメント欄にて教えてください。今日の動画参考になりました、続けてやります、下腹ポッコリなくしたいと言ってくださる方は高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてまた次回一緒に運動したいので通知もオンしておいてください。ではまたお会いしましょう。ありがとうございます。